はい、皆さん新年明けましておめでとうございます。2022年1月今日は14日、仙台ではですねどんと祭っていうお祭りの日であります。で、私がですね今一番大切にしている方法がありまして、それをですね、ループって言います。これがループのみんなが知ってるループですね。これが輪っかなんですけども、実は今までですね私たちっていうのは、自分の体の中に自分しかいないと思ってるわけですね。で、ところがこの自分だけしかいないと思って人生を生きてると、さまざまな苦難とか苦労とかそういったことにぶち当たります。そしてなかなかそこで、解決できなくて、苦しみわけですね。苦しみというのは例えばいろんなことが思う通りにいかないとかですね、そういったことも一つの苦しみになりますし、あっという間に一日が過ぎてしまう、あっという間に一年が過ぎてしまう、若い人はそうは思わないかもしれませんが、私ぐらいの年齢になりますと、そんなにもう残りがないんだなっていうぐらい時間が早く感じることがあります。時間の怖さっていうものがですね非常によくわかるわけです。もちろん病気もいっぱい私もいっぱい持ってますから、病気によって死ぬことがあるんじゃないかと、うちは短命なので、あと残りどれぐらいあるのかななんていうふうなことがあって、症状が出るたびに不安になってしまうわけですね。そういった不安とか苦痛とかそういったものをどのように対処していくかってことがやっぱり人間にとって必要になります。で、富や名声とかですね地位とかですね、幸せとかそういったものも人生においては必要なものなんですけども、いっぱい稼ぐとかですね資産があるとかっていうものとか、さまざまなことはですね、どうしてもそうでなければいけないものっていうものではありません。これらはですね、死んじゃったらなくなっちゃうものなんですね。死んじゃうっていうのは、体が死んでしまうことなんですけども、心は生き続けますので、体が死んだ時にはですね、それもなくなってしまう、一旦ゼロになってしまうようなものなので、とりわけそれが重要だということはありません。でも人生で最も重要なことは、自分とは何かということに関して分かることなんですね。つまり、なぜ自分がここの世界に生まれてきたのか、そしてどのように生きるかということがですね、一番大切なことで、これ抜きにはですね、私たちの人生っていうものは価値のないものになってしまう。それぐらいすごいことが、私とは誰か、私は一体何なのか、なぜ生まれてきたのか、どうすればいいかっていうことをですね、常に自分たちが自分に問うていくことが、やはり人生においての一番の宝になります。もちろんそれに答えを出すということは、個人の自分はできません。人間をですね、知識とか知恵とか能力をはるかに超えてしまっているので、それはできないんですけども、実は最近、自分とですね、一緒に潜在意識っていうものと、ハイヤーセルフっていうものがいることがはっきりと分かりました。今も一緒にいるんですけども、で彼らとですね、ループっていうものを作ると、非常に面白いことが起きます。まずは、彼らがいるっていうことを知らない人でも、このループを作る、こういう形をして、ここにハイヤーセルフがいて、ここが潜在意識がいて、こういう3人でループを作っていくと、こういう姿勢で、2人がいるっていうふうなことを軽く思いますと、それだけで本当にループができます。ループをしますとですね、本当に彼らの手が自分に乗ってくるのが誰でもわかります。100人やれば100人、私と一緒にやれば100人中100人がそのことを実感できるほど彼らの存在に気づきます。つまりその時点で少なくとも自分とはこの世界にたった一人で奮闘している個人、独立分離した個人ではないっていう、そういったことがわかります。つまり常に私たちをサポートしてくれているハイヤーセルフと自分の体を保ってくれている、そしてまたさまざまな出来事が起こることを可能にしてくれている潜在意識という三位一体、これはイエスが言った三位一体よりもさらに身近なものです。というのはイエスは父と子と聖霊とっていうことで、自分の体の外側にある神様とかですね、聖霊とかいうものと一体になるということを言いましたけれども、今回のループの場合はもともと生まれる
生まれた時から私たちと少なくとも一緒にいた潜在意識とハイヤーセルフと私、この一つの体にずっと一緒にいたこの3つの意識がですね、気づきの意識が一つになるということですから、非常に身近で誰にでもできることなんですね。それまではですね、どういうふうなことが起きてたかっていうと、この体には私しかいないと思ってますので、潜在意識とハイヤーセルフと心が一つにならなかったわけですね。そのために人生が四苦八苦してうまくいかなかったりっていうことがあります。ところがループをしていくと、この残りのこのハイヤーセルフと潜在意識のこの2人がですね、一つになることによって、全く新しい意識っていうのか気づきっていうのが生まれます。ちょうどあの精神面体にですね、こういう感じです。このバッキーカバラが効く理由に なってるんですけども、まあループを作るとここにある自分と潜在意識とハイヤーセルフが一つになりますね。これ一つになると、今私がこの正三角形の平面の次元にいるとすると、新たな自分っていうものがここに現れてきます。新たな自分の意識、気づきの意識っていうものが現れてきます。私が気づくとかいうのと、あとハイヤーセルフが気づくとかいうことと、あと潜在意識が気づくという、この気づきが一つになった時に、純粋な気づきっていう創造主と同じような力を持つ、まあ力を持つというか、その気づきが創造主なんですけども、そこに私たちが至ることができるわけですね。そうしますと、それまで気づけなかったことに気づいたりとかですね、あとはさまざまないわゆる知恵とかですね、美しさとか、まあ、美とか愛とかですね、美しみってものに気づけるようになりますので、そこで、本当の自分というのが人生を生きることになります。そうしますとどうなるかっていうと、それまで、うまくいかなかったことがトントン拍子にうまくいったりとかですね、まあすることもあります。まあ三位一体になると何がすごいかっていうと、うまくいくとかうまくいかないとか、幸せになるとか幸せにならないとかっていうのはあまり問題ではなくなってくるということですね。死とかそういったものはまだ私にとっては非常に脅威なんですけども、それも徐々に脅威でなくなってくる、それほど深刻さを持たなくなってくるんじゃないかなっていうふうに思ってます。でループによって起こることは、わーいとかいうそういう一時的な大騒ぎではなくてですね、心の平安、心の静粛、そういったものが生まれます。その中で生きることによって、私たちは自分が肉体ではないということが分かります。つまり肉体を超えてある意識だということが分かってきてますね。で、まあ、その肉体を超えた意識の中、気づきの意識っていう、まあ、その中に私たちの肉体が現れている。つまり私たちの肉体が、まあ、もし消えてもですね、その肉体を生み出したその気づきっていう意識は永遠に残るわけですから、そうしますと死に対する考え方もかなり変わってくるわけですね。まあそれだけじゃなくて、生きてるうちにはですね、この気づきに気づくと、目の前の患者さんがあっという間に治ったりとか、まあ、時間が経って、良くならなかった人が良くなるということが起きてます。まあ、ループによってですね、乳がんのしこりが消えてきてる人が4人います。もちろんループによって得た知恵からできた漢方とかですね、さまざまな治療法もループに入るわけですけども、それを組み合わせますと非常に高い確率で、少なくとも症状が消え、まあ、がんの腫瘍も小さくなってくるというようなことが起きてきてます。だから皆さん、ただ薬とか飲むとかですね、ただ個人として生きるのではなくて、ループをしながらですね、三位一体となって本当の自分を生きるということ、それは現世だけではなくて次の本当の現世、さらに次の次のもっと本当の人生、そういったものの移り変わりにおいても私たちをいい方向に結びついて向かわせてくれる素晴らしい方向です。私たちはついついこの世界をだけしかないというふうに思ってますけども、もうこの世界ではなくて量子物理学では違う世界もある、パラレルワールドもある、まあ、いろんな次元の世界もあるということが分かってますから、私たちがこの
世界だけのことを考えて生きようとすると非常に苦しいことになります。つまり世界は私たちっていう意識がある限り、たとえ肉体がなくなっても延々と続くものなんですね。その延々と続く自分っていうこのものをですね、最もいい方向に、最も平和の中に、最も安定した中に、最も平和な中にですね、美と知恵と愛とそういったものの中でやはり自分を育んでいくっていうことを考えますと、このループっていう方法はまさに最高の方法です。これはいわゆるブッダの中庸とイエスの三位一体が一つになったもので、この間は瞑想の達人が来ましたけども、30分やって、到達する無や空気づきの領域にですね、たった1分半ぐらいで到達できて、これはすごいということにおっしゃってましたけども、このループをした状態っていうのは日常生活においても常にこの自分のイメージでループをしているというふうに思うとですね、つまり潜在意識とハイヤーセルフと自分が三位一体になって静止面体構造みたいになっているというふうに思いながら生きるとですね、ループをしてなくても日常生活でループをした時と同じように奇跡が普通になります。小さな奇跡から大きな奇跡までですね、全てが自動的に起こってきて、本当に素晴らしい方法で、今あまりYouTube で言ってないんですけども、今多くの人がこのループに対して興味を持っていただいてですね、私どものところに来ていただいて、まあ、海外から屋久島、九州とかですね、北海道、さまざまな人が来てこのループっていうものを体験しています。ループ自体はすごくシンプルで、何も難しいことはないので、段とか上級とか中級とか初級もありません。ただ一度このループの世界を体験いただきますと、そのループが自分のものになります。まるで磁石はですね、鉄が磁石に当たると鉄が磁石の力を帯びるように、ただ一度でもこの本当のループっていうものに触れていただくと、すごく自分が変わります。まあそういった面で何か必要があればうちの方に来ていただいてループを体験してみるっていうのも一つの面白い方法なのかなというふうに思っています。あとこのループっていうのはですね、時空を変えますので、このループをしていると、例えばコロナにかかりにくいとか、コロナにかかっても軽症で済むとかですね、あらゆる病気に対しても効果を示しますし、また人生の苦難に関してもいろいろなさまざまな良い影響を与えるようです。まあ、今日は新年早々、今年の目的としましては、ループ、まだまだ私はループの初心者ですけども、ループを日頃の生活に取り入れて、ループと一つになる。そして三位一体になって、全く新しい自分の意識っていうんですね、そういったものに自分が向かっていこうと思ってますね。まずこれ見ますと、この人間っていうのはですね、まあ、三位一体。この三位一体からですね、より上のように、上の方に、またこの次の次元で三位一体になって、また上の方に。また三位一体になって上の方にっていう風にですね、常に上の方に上の方に自分の意識っていうのを上げることができます。まあ、このカバラを使うとループも非常に早くできるんですけども、そういったことも、まあ、徐々にですね皆さんにお知らせしていきたいなと思っています。では今日はここまででお願いします。ありがとうございました。